通信障害の謝罪会見を見ていないのか。お母さん参議院選挙で忙しいから、選挙の動画を見るのもほどほどにしなさい。今話題の au の謝罪会見は見ておかないと。何かあったの？ au の通信障害の謝罪会見で KDDI の社長が専門的な難しい質問に理系社員を頼らず全て自分で答えたんだよ。謝罪会見なのに称賛の声が上がっているんだぞ。あ、そう、興味ないのか。その優秀な社長の経歴とか気にならないか。いや、別に。またまた気になるくせに。いや、その社長は何を隠そう、 Y 国立大学の工学部金属工学科出身なんだぞ。チャンネル登録よろしくお願いします。あら、お父さんと同じ Y 国？ Y 国の卒業生はイケているよな。その社長はどこの大学を出ていても優秀だったんじゃないかしら。それよりその通信障害の本当の原因が何だったか知っているの？なんか会見で説明していたな。本当はサイバー攻撃の予行演習だったかもしれないんだって。そんなわけないだろう。ちゃんと原因の説明もしていたぞ。作業員はスパイだったかもしれないじゃない。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。